あの実は室内の方がマッチングというのはものすごく難しくて、なぜかというとエクステリアのパーツっていうのはあまり手に触れる機会って少ないんですね。ところがインテリアのパーツっていうのはお客様が手に触れる場合が多い。だから姿形だけのマッチングじゃなくて触り心地のマッチングですとか、そういったところまでこだわらなければいけないので、より純正品がですねメリットができる出るところっていうのは意外とインテリアにあるのかもしれません。どうしても光るものであったりとか電装品って電源が必要なんですけれども、その電源を後からつけるものの時ってわざわざバッテリーから電源を取りに行ったりしなきゃいけないんですけれども、インテリアパネルのつけるところまでハーネスを持ってきてもらったり、運転している上でとか、助手席に座っていて、スイッチがあると便利なところ、ただそういったところって限られていて、車両側のスイッチが常に置いてあったりするので、そういったところに車両側に、ここのスイッチのところを私たちは使いたいので開けておいてくださいとか、ここに設けておきたいので、それこそ車両側と同期した開発でもともとつけたい場所を要望しておくとか、そういったこともやっております。手が触れるだけにやはり安全性にはこだわらなければいけないというところがとても大事なところです。もう一つは車というのは非常に過酷な環境で使われていて、特に室内では極低温からすごく高い温度までなります。そういった中でも変形をしない、変色をしない、そういったところですね、しっかり作り込んで高い品質を追い求めています。まあ、内装外装に関わらず車につける部品なので、実際にはその走行テストはもとより、そこに至る前の単品での試験ですね、振動を与えたり負荷を与えたり、それから環境試験、そういうふうなのを駆使して純正用品を作り上げていくということをやっています。一つの部品をつけただけでもちゃんとデザインが成り立つこと、それからそれらがいくつかのパーツが集まって取り付けてもそれでもデザインが成り立つこと、我々はやっぱりホンダブランドのものを作っているということでですね、我々の良い品を使っていただいて、お客様が自分の生活スタイルがよりステージが上がる、満足度が上がる、そういったところを、しっかりと実現できるような商品を常に継続的に、世に出し続けること、それがこの純正用品会社の非常に重要な役割だと思っています。